今回のスピーチーブは岡山市北区にあるとあるスポットに行ってまいりました。岡山で滝行、今回はこの方をゲストに迎えております。原田健介。それでは最後までよろしくお願いします。原健さんの滝行に同行したいと思います。まあでもはい、初めての経験らしいし、私も見たことないやっとるところとか、なんかテレビでしか、おーなっとりますね。じゃあ行きたいと思います。はい、それでは今回お邪魔する場所が岡山市北区にあります龍泉寺というね場所なんですよね。こちら岡山空港からかなりね近い場所にあります。まあ、これ詳しくはホームページ概要欄載せてますんで確認ください。で、おはようございます。おはようございます。おはようございます。原健さん、お久しぶりですね。お久しぶりですね。今日は、はい、なんか久しぶりに会うと思ったら、うん、なんか先に打たれたいとか言い出して何言っとんなこいつと思ったんですけど、いいツッコミ。いや、なんかね、こうちょっと自分の中で、はい、こう盛り上がりのポイントを作りたくて。なるほど。なんかこの前も動画撮ってもらったから、はい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 、ずっと政治活動やってて、うんうん、それはそれでまあ盛り上がってるつもりなんだけど、同じつもりなんだけど、同じのが続くので、はい、ここで一発気合い入れて、これで、まあ、うん、これでね、この滝行でとか言いながらすごいドキドキしてますけど、いや、私は初めて、うん、こういうとこ来るんですよ。はい、で初めてね、なんかテレビとかで見るじゃないですか、滝落ちてきて。うんうん、いや、そのイメージしかないから、うん、いや本当にこういうとこあるんだ、岡山にあったんだっていうのがまず衝撃ですよね。そうです、なんかね、たまに新聞とかでここ見てたけどこれに打たれるんですか、これから。マジで面白いですけど僕も来るの初めてだから、あ、意外と高いところから落ちてんだなと思って、ちょっとね、これドキドキ。なんかやられそうですね、いろいろと。やられない、力をもらいに来たんで、やられない、やられない頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。本当にこうやって実際に滝見ると、そうそう、すごい高いところから落ちてて、まあでもなんかね、この雰囲気がすごくいいので、いろんな気合とかいろんなものをもらえるんじゃないかなと思ってますけど、ちょっとドキドキしてます。頑張ります。はい、はい、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。初めてですか、これは。初めてです。初感。
体験。すごいですよ。いや、笑ったらいけんと思うんだけど、ちょっと。もう。めっちゃ笑えた。いや、やってよかったですよ。いや、すごかったですね。死ぬ真剣、真剣だった。もう全然、真剣。真剣。もうガチ。ガチ。お疲れ様でした。いや、なんか私衝撃すぎて、しかも、なんかあっさり入りましたよね。あっさり入ったっていうかね、でも前の方がね、ためらいなく入りましたよね。あの前の方を見習うように。そう、僕らの前の女性の方が本当にためらいなく入ってたから、これは俺も行くしかないと思って。すごいな、女性の方すごかったですね。うん、ありがとうございました。どうでした、あの痛かったですか。痛いって、もう寒い、冷たいっていう感じでした。 あ、ね、あの足がね、冷たいです。まずずっと入って足冷たと思って、そっからですか。今服着たらあったかいですか。だいぶ、うん、もうだいぶ元通りになりかけてるぐらい。やっぱね、服のありがたみをね、服のありがたみ。これ、うん、どうやってやるんですか、こうシステムみたいな。私やったことないんで全然知らないんですけど、なんか初めての時は、はい、事前にこう、まあ、今日みたいに保証人さんがついてくれるんで、こちらに連絡して日程合わせて、あー、なるほど。で、持ってきてくださいって言われたのが、うんうん、塩1キロと、お酒。はいはいはい。何のお酒でも塩でもいいんですか。もうなんかね、アラジオとワンカップのお酒でいいよって言われて、それ持ってこさせてもらって、で、なんか多分こうやって1回やり方学べば、うん、2回目からはいつ来ても勝手にやっていいよっていうことらしいんで。そうなんですね。最初だけなんかね、でもなんか日本にいてよかったと思った。ないじゃん、こんなヨーロッパとかアメリカで絶対。確かに、はい、私も初めて見たし、やっぱ日本人でよかったなと思った。しかも、龍の口から水出てたじゃん。すごい。それ龍泉寺って言うからそういうなんですね。でしょうね。噛み合ってない。終わりましょう。ということですね。はい、皆さんもやってみてください。ぜひやってみて。気合を入れるときにね。はい。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。